ました。さあ始まりましたスターダストネクストガールズチャンネル。今日は早泣きをテーマにしてやっていきます。私はこうやって YouTube を撮っているのですが、普段は舞台や CM などで活動しています。女優というお仕事をしていると泣くお芝居というのもあるんですね。でも私まだ泣くというお芝居の作品に出たことがなくて、泣けるかすごく心配なんですけど、頑張っていきます。早速やってきます。結果は27秒でした。30秒以内に泣けることができてよかったなと思います。私家に猫を飼ってて、その猫ちゃんが死んじゃうことを想像して涙が出てきました。泣くお仕事なども頑張っていきたいと思います。こんにちは、青山愛です。私は小学校6年生の時に映画のお仕事をさせていただいた時に、電車の中で涙を流すシーンというのをやったんですけど、その時は一発で泣けたんですが、ちょっと今は泣けるかわからないですけど、できるだけ早く泣けるように頑張っていきたいと思います。それでは早速やっていきたいと思います。できました結果は1分18秒でした。家族とか犬とかが死んでしまった時のことを考えて、亡くなってしまったらどうしようっていう気持ちを作って涙を流しましたお芝居で涙を流すというシーンはたくさんあると思うんですが、そんな中でも気持ちを作って涙がしっかり流せるように、悲しい演技ができるようにこれからも頑張っていきたいと思います。西春です。普段舞台とか映画とかドラマとかで女優さんっていうお仕事をさせていただいてるんですけど、その中で涙を流すシーンがたまにあったりするんですよ。その時のためにもちょっとここで、その時のためにもっていうか、まあ、もうできて当たり前っていう感じだと思います。私だけじゃなく周りのみんなも絶対できると思うのでなのでちょっと今日はやっていきたいなと思っています。1分以内でちょっと頑張ってみたいと思います。1分7秒でした。あーでもちょっと悔しいな。頑張ります。ちょっと練習します。ではこの動画が良かった方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。